振り向きもせず通り過ぎて
しくなかった今日は、ね、今日楽しくなかった、楽しかったけど、でしょ、楽しかったよね。これは飲み会を終えた学生たちが帰りの道中に携帯電話で撮影した動画である。なんでいきなり撮ってんの、しかも酔っ払ってますか。酔っ払ってないよ、こんなの全然。酔っ払ってるなら、こんなの酔っ払ってるなら、なんかやってください。面白いこと、はい、やりますよ。はい、どうぞ。ケルベロス。あーっと、そこ笑うとこだから、マジ何今の、ちょっと面白いことやってもらってます。今の面白くなかった。面白いことやってもらってもらってます。うかうかうか。はい、3分の1ケルベロス。あれ変わったの。あれ同じ。え、同じ。いや、絶対今の面白いと思ったんだけどな。さすがっすね。さすが。先ほどこっそり聞いてたでしょ。何を。変な子に。今見た見た。見た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 。なんかね、持ってこないなと思ったらさ、そうそう、すげえ話してるから。いや、もう、まあね、こういう場はチャンスは今しかないからね。はい、タイプ。タイプかな。じゃあその子に向かって愛の告白を。いいね。いいね。Fall in love。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。ちょっと待って。ちょっと待って。やめてやめて。キモい。マジかあいつ。いけるわ。マジいける。お気づきになっただろうか、踏切を渡りきれなかった男性の前で一台の電車が通り過ぎる。すると彼の周りにこの世のものとは思えないものが絡みついている。もう一度ご覧いただこう。この踏切は頻繁に人身事故が起こることで有名な場所であった。この霊たちは彼を道連れにしようとしていたのであろうか。